日本人を語る第6回ですね一応古代とといいいうううものの総括をしてみたいというふうに思うんですね、まあ、何しろ日本人というのは形成された、まあ、日本に来た年というのはまあ5万年前だったら5万年前もう少し前かもしれませんが、まあ、一応5万年前それで石器時代縄文時代弥生時代、まあ、この時代区分が正しいかどうか分かりませんがそしてまあ歴史時代を迎えていくわけですね。この間に えー、世界各国とは全く違う、まあ、これもあの太平洋の小さい島の歴史なんかはちょっと除いてありまして、えー、大陸の大国もしくはアメリカ大陸とかそういった大陸規模での文明の中ではですねインドもちょっと似てるんですけどインドは身分制度が非常に厳しいということもあって。 えー、まあやはり日本はかなり特殊であった。まあ日本が特殊であったのは、えー、この一回から五回の中にも時々出てきてますけれども、えー、日本の土地とか気候がですね、極めて良好だったということですね。まず米がよく取れるということがまあとにかく心を安定させるわけですね。それから雨も時々は降ると確かに災害は多いけども全体としては。 非常に穏やかな気候ですね。その中でえー、っと大,大陸国はですね。自然を敵として、それを克服しようとしたということがまず一つありますね。それから、北方の基盤民族が時々襲ってきて、一家皆殺しになっちゃう。ってなこともあって、まあ、生活は日本は飛び抜けて良かった。この日本の素晴らしい自然を活かしてですね。 日本は今日話しておそらく話の中に出てくると思いますが非常に世界では特殊な制度それができてきたわけですねそれの一番最初に天照大神が出てくるということで今日は少し神話の世界に戻りましてですね日本の古代というものを深く理解したいと思いまますすそれではは先生よよろろししししくくおお願願いいいいたします。 まあ、あの日本っていう国の成り立ち、まあ、イザナギイザナミから始まるわけですけれども。この後は、あのイザナギからですね。三奇神という、はい、非常に貴重な神様が生まれて。はい、これが天照大神様と月の神と、それから、えー、スサノオの御事であったというよ、はいまあ、う,うな形で。神話の方が進んでいきます。で、こういう神話が、神話っていうのは、実は、あの。おそらく、まあ、日本の歴史というもの自体、自体が、その。 万年のいいててる、うん、ととうことに加え今期限,ゼロ期限その1年から始まってまだたった2021年しか経ってないけど万年ってめちゃめちちゃゃ長いわけですよねはい、はい、その万年の単位でさまざまなその神話神話とか伝説とかっていうものがおそらく今残っているものよりもはるかに多くのものが座っていたであろうこれはもう普通に考えてそういうふうに考えるべきではなかろうかと思いますね。 その中のエッセンスを7世紀に固めていこうとはい、はい、で固めることによって日本という国の形を作っていこうとはい、はい、その時に神話の取捨選択が行われてはい、はい、だから「骨末体」には書いてあるけれども「古事記」に書いてないじゃないかと古事記」には書いてあるけれども日本記には書いてないことがあるじゃないかと。こととで、はいはい、新しいい時代を作,作っていこうとする時に、 そのどういうストーリーによってこれからの日本をつくるのかつまり7世紀というその時代の日本がまずあってその時代の日本っていうのは過去から万年の単位で蓄積されてきた知恵の結果としてその7世紀の日本がある。そのののの世紀の日日本本がこれからの未来の日本をどうしていくのかというのはこれまでの過去のストーリーそれとこれからのストーリーっていうものをどう作ろうかという両方に生かせるものを作っていかなければこれは あ神話やあるいは歴史書を書く意味がないという理解になるわけですからそういう中にあって神話というものの中神話神話あのさまざまな物語の中でこれをまさに日本の建国神話としていこうそしてまたあ日本の統治の根幹となる物語としていこうということで、はいうん、実は物語が描かれている。だかかかからその神話にれれていいるここと自体ががそそそもそもこれが事実ななののうでないのかという議論をするよりも前にですね 神話が何を伝えようとしているのかということをやっぱり我々日本人としてしっかりと学ぶべきじゃないかなというのを常々思っています。 この天照大神様と月読みの神月読みの神っていうのはこれお月様っていうのが太ったり太ったり痩せたりしますので要するに暦の神様ですね天照大神様っていうのは太陽の神様で太陽の神様があって月の神様があってノ野って何だろうと思ったら海の神様だっていうわけです。で海の神様なんだけども泣いてばっかりいておばあちゃん恋しいと言って全然海の仕事しようとしないでにいるわけですよ。 <laughs> でお,お父ちゃん怒っちゃってる、ええお「お前そんなあのわがまま言ってるんだったら出てけ!」ってことになるわけですね。うん、この時に「出てけ」と言われた佐野は「分かりました」と「どうすればいいですか?」「お前は根の国に行け」「根の国っていうのはまあ根っこの国ですからまた山の中の国かなと思いますけどもお前は根の国に行け」「分かりました」と「じゃあ,あ,のあ言う通りにします」と。その前に 姉ちゃんとこちょっと寄ってもいいですかあのまあまあこれがねもしかしたら根性のお別れになるかもしれないわけですよだからああ姉ちゃんの方に会いに行ってもいいですか、はい、ああよい,いですよがったな、うん、会いに行っていいおちゃと言ってちゃんとお父さんの許可をもらって <laughs> なるほどでしかも神様ですから、はい、ちゃんと通じるわけです情報がねお父さんの許可をもらってサノーは根の片付くに行く前に、はい、お姉ちゃん塗る高間が腹に向かっていこうです ところがこの時に海はもうゴーゴーと鳴り響きうん、うん、で山は震え木はもう大地が震えるというそんなことがあったとでそれをそれを知った天照大神様がこれは弟の佐野が高間原を奪いに来たに違いないとなるほどこういうふうに言ったってんですね、はい、これおかしいんですよ。はあはあ、お父ちゃんにちゃんと高原の姉ちゃんんにと高るていうことはお姉ちゃんも知ってるわけです。 の子に行く前に弟の佐脳が挨拶に来るんだ、はい、んんっこういうんでこうですよはい、はい、ところがお姉ちゃんは「はい、佐脳がやってくる様子はただも,もうもうただことではない」と言って自ら髪の毛をその男方に言い直して、はい、で、えー、鎧をまとって、はい、で、えー、剣を持ち弓を持ちでさらに後ろにですね、えー <coughs> 千本の指を持って兵隊を従え。はいはい、こっち側には五百本の指を持った兵隊たちを従いで、完全武装した軍団を従えた状態で<ー>佐ノを待ち受けるわけです。でお前は一体何しに来たのかっていうわけですよね。佐のびっくりしますよね。うんうん、えいや姉ちゃん俺あのちょっと会いに来ただけだけど。 親父に怒らっている。うん、いやいやいや,いや嘘じゃない <laughs> ならばその嘘を言ってるかどうかをどうやって証明するか、うん、こう来るわけですよね。うん、いや証明する言われてもこれ <laughs> じゃあ,あの受け入っていう占いで証明しましょうはい、はい、っていう話になりまして分、はい、かったとそしたらお姉ちゃん分、うん、かったっていうわけです。あのこれれ、ね、っ所に引っ張られた罪人が 御業様からお前は悪い心を持ってるだろうと言われていや私悪い頃持ってませんと私は白ですと犯人じゃありませんならばどうやって証明するかと言われてじゃあサイコロ転がして証明しますかって言うと<や>同じなんですよ <laughs> です、ね、これ普通受け入れるはずがない,ないところがもてらすお神様は、うん、あ分かった、うん、ならば受け入れをしようと、うん、いうことであっさり引いてるんですよね、うんうん、軍団まで引いてるんで,るんですよ、うん、これやっぱりここでもあれおかしいなって普通に思うじゃないですかで 受けようした、結果っていうのは、その、えー、女の子が生まれたら。スサノオはに清い心があった、つまりスサノオは嘘を言ってないということった。だ男の子が生まれたら、サノオは嘘を言ってるということなんだとこういうことだったんですけども、なんとですね。アマテラス大神様がスサノオの通剣を取って、噛んで、プーと吹いたら、女の子が生まれたってこと。<ー>つまり、スサノオの道具から女の子が生まれたわけです。はいはい、で、スサノオがアマテラス大神様の飾りを口含んで、プーとやったら、男が生まれ、え、え、男の子が生まれたわけです。はい、つまり。 アマテラスオミ様の道具からはああれはただったかな <laughs> まあいいや、うん、今の話だと、うん、アマテラスオミカの道具,道具からは男が生まれたってこのはずかアマテラスオミ様の道具どえー、っといや、えー、ごめんなさいアマテラスオミ様,様の方から女の子が生まれ草の方,の方から男の子が生まれた、はい、ところがその結果を見たアマテラスオミ様は何を言ったかというとも生まれた元になった道具が反対なんだから。そう だから、女の子、あの、女の子は私の子だと。え、うん、え、ええ、ええ,え、ごめんなさい。あの、う、う、え、う、ー、と。ええ、ええ、男の、の道具から女の子もあるそう。で、男の子はだから、私の子だと。女の子はあんたの子だと。そう,そ,うそう、そう、そう。いうふうに、こう、強引に結果を変えてしまうわけです。つまり、そのは、は、まあ、あの、悪い心を持って。はい。高天原を奪いに来たということにされてしまうわけです。で、ここまで来ると、さすがのスサノオが、もう、わかるわけですよね。はい,は,いはい。 なんで姉ちゃんこんなこと言うんだろうか、はいはい、もう最初から疑問に思ってるわけじゃないですか。なんでこんなことを姉ちゃん言うんだろうか。って考えてみたら、よく,よく考えてみてみたらですよ。もし本当にスサノオが高天原に迫った脅威。つまり悪の軍団がスサノオに押し寄せたとするならば。うんうん、その時に。毎度天照大神様が。自ら武装して出迎えるんでしょうか。っていう話なんですよ。銀行の支店の窓口に。 変なおじさんが来て「ほら頭取出せこの野郎!」と言って大騒ぎをしたとそしたらわざわざ毎回本店から銀行の頭取がその支店の窓口まで飛んできて「お客様どのようなご用件でございましょうか」と言うのかって話なんです。ということは八百万の神々が主体的に自ら責任を持って。 で対策を講じなければならない法案です。それを全部アマテラス大神様に委ねてしまったら、毎日アマテラス大神様に毎日のことがあったら、あんたら一体どうするって感なんですよ。で、これを姉ちゃんは分からせようとしてるんだなってわかるわけです。そこで下の若マンガハラで夜の神々の田んぼのアゼ壊すんです。で、こう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 すればわかるだろう。 そしたらヤオイルズの神々どうしたかね天照らす御神様助けてくだされたんぼなぜ壊されて困ってるんですよ天照らす御神様はいやそれはさノうに何か考えがあってのことだって違いが違いなかろうと。っていうわけです気付けよって言ってるわけです。ぁやおやろず神々に気付かないでしょうがないからノのはだ段々エスカレートさせるわけですそしたらたまたまあの 雨のふしこまっていうのはポーンと放り込んだときに雨の折り目っていうのは死んでしまうわけです。死亡者が出ちゃうんです。これはまあ事故ですよね。でそれを見たときにこれあの古事記の原文に書いてあるんですけども、アマテ神様がその様子を見てかしこみて雨の岩戸にお隠れになりましたというふうに書いてあります。かしこみてたんです。かしこあ見て驚いてかしこみて見て驚いてで恐怖して。 貸し込みって言ったのは「貸し込み貸し込み回す」っていうあれですよねつまり貸し込みって言ったら「ありがとう」と感謝するところなんですその様子を見て驚いてで「ありがとう」と感謝をした天照大神様が感謝した相手はお亡くなりになった織部なのか違いますよね下の方に感謝した下のに感謝して「ありがとう」とここまで事故まで起こるようなことになってしまったのは私の責任だと。ならば この後のことはすべて私が引き受けるから、うんはい、下のお前は黙っておいで、はい、と言って天照相見神様は祝いとにお隠れになるはい、はい、こうしたら太陽が隠れちゃうような真っ暗闇なから真,真っ暗闇になっちゃったところで初めてそこでヤオイロズ神々が気がつくんですはい。ああ俺たちが悪かった、うん、俺たちがしっかりして責任を持って下のお様によってね、はい、で乱暴が働かせ働かれ、うん、たということであれば俺たちがちゃんと、うんうん そこで様に対して抗議をすべきだったそれで言うこと聞かないんだったらさ最後に天照大神様にお願いすることになるかもしれないけどはい、はい、最初にやるのは,ややるのは俺たちの役割だったようにでみんな集まろうじゃないかみんなで集まって協議、はい、しようじゃないかということで、はいはい、雨のやすの代わりに八百万神々がみんな集まってきてってでそこでどうしようかって相談をするうん、うん、どうすれば天照大神様に再び戻ってきてらくことができるのか再びこのように光を取り戻すことができるのか。 といいいうことでろろその結果雨の渦目があみんなの前で踊りを踊って踊で、えー、みんなでワーッと行って騒ぐ、うん、でえ天照大神様が外でお何事が起こっているのかと言ってこう聞いてきた時に、うん、天照大神様にお出ましいただこうというそういう作戦を立てて、うん、この作戦が功を奏して、うん、天照大神様が岩屋戸からお出ましになられるわけで,ですね。はいはい ここでね間違えちゃいけないのはジカロウの御事が天照大神様の手を引っ張って強引に引っ張り出したんだと岩を転がしたんじゃなかったんですか岩を転がしたんです天照大神様の手をね強引に引っ張って天照大神様が「あれ?」って言って出てきたあのね天照大神様って最高神なんですよジカロウの神事きは外周一色なんですよそこは間違えちゃいけない やっぱりしっかり読んでもらいたいと思うのそこなんですよね。でまたその御神様が出てこられるでこれによってよって高らの当時が大きく変わるんですね。何が変わったか。暴れていたノ菅の実事を八百万神々の代表者たちがノ菅の実事を捕まえてでノ菅の実事のあの両手両足の爪を抜きで霊力の象徴であるひげを全部剃りでええ 多額の賠償金を、はい、背負わせて地上に追放するんです。はいはい、これは八百万神々が自らの責任のもとでやってるんです、はいうん、つまりここにおいて高間が原で大きな出来大きな出来事が起こるんです、はい、雨の岩井事件の前までは全ての権威権力を天照大神様が一人持っているという状態だった八百万神々はただ天照大神様に従っているだけではい、はい、ああ幸せだと。 今は幸せかもしれないけども先々何があるかわからないよということが蔦之事件で分かったでこれによって新しい体制が生まれた天照総御神様が高天原の最高権威となられてで基本的なさまざまな時事問題とか岬の問題は八百万神で組織をする議会で決めていたこれによって権力と権威という分離をするということをやった これが古代において行われているこれ実現した日本だけですで、こうすることによってこの権威と権力が分離する分離すると何が起こるかというと世界これしかないんです権力者が民主を所有するこれは日本以外の国は権力者が民主を所有するという構図ですねところが権力と権威が分離されることによって 国家最高権威は権力を持たないんです。権力持っていないけれども民衆のことを大御宝だって言うと。はい、何せ高あるの八百万の神々なんです。神様ですから宝物もいいところです。はいはい、全員神様だったんです。はい、天照大神様が,が八百万の神々をすべて大御宝とする。はい、宝物のとする。はい、で、八百万の神々の代表団が権力者になってで,はい、はい、でも権力者っていうのは天照大神様の部下なんです。 ええ、で権力者が面倒を見る相手というのは、はい、これは天照大神様の大切な宝物、うん、なんですね。このことは例えばあの僕らが喫茶店に行ってコーヒー注文するじゃないですかはい、はい、そうするとコーヒーがコ,コーヒーカップに乗っかって出てくるコーヒー飲み終わってお店出る時にはちゃんとコーヒーカップお店に返しますよねなぜ返すのかといえばこれお店のコーヒーカップだから自分のカップだったら、はい、この,のも捨てようがどうしようか自分の勝手じゃないですか。はいはいはい ででもそれができない、うん、だから自分が治めている地域の事業地の人々がうん、うん、お百姓さんたちが天皇の大御宝と考えるのかそれとも俺の所有物だ俺の民主だと考えるのかはい、はい、この違いはものすすごく大きいそうですねこれが、えー、っと日本国家をその後2,000年も幸福にしてきたし、はい、さらには外的にも非常に強,強い国家ができた。はい それから奴隷が発生しなかった、はい、なぜ奴隷が発生しなかったかと所有してれば権力者は民衆を奴隷にできるけど、はい、天皇の大江宝を、えー、横にいる権力者はこれを奴隷にすることはできない。とい,いうことで、まあ、大阪夏の陣で豊臣秀吉秀頼が滅びて豊臣家が全部滅びても徳川家康は大阪の民衆を奴隷として江戸に連れていくことはできない。はい、なぜかったら大阪の民衆は 天皇の大見宝だからこ、はい、これは取れないってことでね、はい、まあ日本には基本的には奴隷というものが存在しなかったという非常に大きな、まあ、これに比べるとギリシャ古代ギリシャのアテネなんていうのは 90%10 <coughs> 人に9人が奴隷で、はいえー、ソクラテスとかああいうのはまあ5%ぐらいしかいなかったと言われるわけですが、まあ、そういうところとは全く違う構造ができたってことですね。はい それ<と>ここへ来るわけですええところがねえー、っと今はまあ随分の時間を使って日本の根幹ですねこれはもう本当に日本国日本社会の根幹中の根幹なんですがこれをあの天の岩戸なんていう込み入った話にしなきゃいけなかったっつうのは先生ねまあいろいろネズさんが説明されてる神話の話にはかなりこう 奥の方に行って深読みしなきゃいけないいけですよの深読みするぐらいだったら直接的に言ったらいいかと思うんだけどそれはどうしてこういうふうになったんですか基本的にあの古事記でも「日本書紀」でも、えー、あまああの百人一首のようなものでも万一首でも、はいはい、日本の古典文学っていうのは8通りの読み方があるっていうのは、まあ、昔から言われることなんですね。 あの浅く読めば浅い答えが返ってくる、はい、深く読めば深い答えが返ってくる、はい、これはあのこれ日本の文,文化の優しさでしてなるほど例えば剣術っていうのは、はいはい、3歳の子供でも棒風だけだったらできるただ剣術を極めようと思ったら、はい、7080になってもまだ極めれるかどうかわからないこれはあ,のあらゆる道がすべて同じなんですね。なるほどだから 国の道、はい、国をこう立て直していくという道、はい、国の,その、まあ、政府の容認としての、うんえー、あるいは政府の交換としての道、はい、これもやっぱりあの簡単に上面をこうさらっと、うん、拾ってるだけでは、うん、やっぱりわか,かるものではない、うん、なるほどやっぱり自分なりに考えて考えてそうかって納得した時にはい、はい、初めてす <laughs> 大切なことはその人の知恵になる。あ,あだから 現代教育はただひたすら先生が生徒に教える、はい、ということがこれが教育であるというふうに思われがちですけれども、はい、昔の日本,日本人が考えたことはそういう教育ではなくて、はい、気がつけようと、うん、その気が付き方っていうのは人によって深さが違うから違う浅く気が付いた人はまあ言ってみれば文章で説明したぐらい気が付くのレベルで気が付く人もいると。はい、それからもっと深く あの分かる人はそこの深くまで分かるようにその神話ができていると、はい、まあいうことなわけですね。で、はい、から神話は読めば読むほどそれからもちろん優しい言葉で言えば文学なんかもそうなんですが「愛とはこういうもんである」なんつってもね、えー、まあそりゃそうだ男女の愛とはこういうもんであるそりゃそうだけど。 やっぱり野菊の墓を読むとね野菊の墓から得られる男女の愛情に対する理解の深さっていうのは本人がどのくらい厳しい恋愛をしたかとかどういう苦しみを味わったかによって深さが変わると。そういういものの伝え方 ということに関するんですかね。そうですね。あ、ノイクの墓といえばね、あのまあマサオとタミコっていう詩人が登場しますけれども、この二人がまあノドを歩きながらデートをしていて、でマサオが言うんですよね。タミさんってまるでノイクのような人だね。はい俺ノイクが大好きさ。はい。まあこうこういうまあ有名なセリフがあるんですけど、あのこれを聞いたタミコの方は、そのマサ自分が好いているマサオくんがノイクが好きだと言ってる。はいはいはい。 で、えー、私のことを野んのようだねと言ってくれたはい、はい、ということは間接的に私のことを好きだと言ってくれてるんだというふうに思うわけですはい、はい、それで真っ赤になってうつむいて無効になってしまうんですね、はい、ところが正雄の方は男の子じゃないですか、はいはい、男って単細胞ですから、はい、まさかそんなことを彼女が思ってるとは思ってないわけですはい、はい、黙り込んじゃったんで「えー、民さんは変な人だな」と、はい、こういう感覚になるわけですね。はい、で実はあの ノイの小学校の時読んだ時には僕その意味全くわからなかったですのなんでそこで民さんがうつむくのって全く意味不明理解できないそうですね大好きな小説で四5回読んだと思うんですけどわからなかった大人になってでもう50代代になって改めてノイくの墓を読んだ時にそういうことですね。 で神話もそうなんですねあーーあの天照御神様の御事あるいは佐野の御事小学校上がる前ぐらいの小さい頃に教わったでそ,その教わったことがやっぱり大人になって改めて考えてみた時にそうかそういうことだったんだそうですね。まあ、人間の理解力っいうのはもともとそういうもんで体験だからその、まあ、私の言い方で言えばですね、はい 人間には大の必須つまり文章を直接的に理解できる論理回路とかそういうものもあるしもう一つは伝統的な脳それが一対一ぐらいにあってその伝統的な脳の中に深い人間の知恵とかそういうものが含まれていいるそういうところをどのくらいまで深く理解するかということが本当の人間としては大切なんですがまあ,あの日本のような古代古代からの まあそういうい知恵を持ってない民族はですねどっちかというと今先生の言われた言い方をすれば万人が万人同じような理屈論理で同じようなとこまでしか到達しないそこにまあ戦争が打ち続いたりえまあそういう現代風ないろんな動きになるんだけど日本とかインドなんかはどちらかというとその深い 知恵まで行けるように、まあ、文化ができていると。はい、その一つが。まあ、日本の古事記とか、そういうふうに書かれた神話であるということになりますよね。うん、そうですね。えー、あの、民度が低ければ。うんはい、結局、その高圧的に武力を持って、押さえつけるしかない、はい、そうですね。すねあの、国家の三要素。 っていうのはスターツ・ゲバルトってまあ、要するに国家のブ暴力ですね。はいはい、でスタ,ス,タス,スターツ・フォルクスってこれはまあ,あの国民ですね。はい、でもまあ要するに領土領土があって国民があってで暴力、はい、ス,タスターツ・ゲバルト、はい、ゲバルトですからはい、はい、あの暴力を震えるということが国家の3要素だとこれは実は学校で教えてること感覚かです。ると 領域つまり島があってそこに人々が住んでいてそこを暴力で仕切ってるといったらこれ明らかに暴力団のことま今の中国共産党なんか僕なんか見るとあれは暴力団だなと思ってますけどね。我々日本人にとっての政府っていうのはみんなが決して飢えることがないようにそしてまた同時にみんなが豊かに安心して安全に暮らしていけれるようにしっかりと面倒を見てくれる存在でその存在をみんなが支えている。これが要するに国国民家だいうのの日本人 古からの考え方その考え方に至るためには、うん、じゃあゲバルト暴力で押さえつけるだけで、はいはい、人々がそういう考え方に至ってくれるのか、はい、これ明らかに答えはノーじゃないですか。えー、えー、と日本人の場合日本の場合はノーだけど、はい、え文字もわかんない国家も知らない、えー、ただ、はい、食べて寝てるだけ、はい、楽しみといえば女と酒。はい というような生活をしている外国の多くの、えー、人たちにとってみればですねやっぱり武力以外には自分たちを統争するものはないと。はい、したがって日本人の平均的素質が古く2,500年前もしくは3万年ぐらい前から相当高かったというふうに考えられますよね。そうででですね,ね、はい、だから最近では日本人が劣化しきたので 各知事が非常事態宣言なんかを出してやらなきゃいけないけどもともと日本人というのはそういうような民族ではなくて、まあ、さっきの福沢樹七さっきとかあの三3回間ぐらい前に先生がご説明された福沢樹七の文章にあるように民の教養が高ければ暴力はいらないつまり統制はいらないと、はい、なりますよね。はい、だから日本は 例えば犯罪の発生率10万人あたりの死者の数まあ世界で一番少ないわけですが、はい、あの殺人数ですね。だから、えー、こういった神話の成立っていうか神話自体の作りも非常にこう奥深くそれを読み解く力を まあ期待してるっていうかね、そう,ねそういうところがありますでしょうね。あの縄文時代一万四千年続いたわけですけども、はい、この縄文時代の人骨っていうのがまあ数千体発見されていて、このうちの四百体ぐらいのサンプルを使って、うん、まああの研究チームが調べて。 でどのぐらいの人たちが武力あの武力によって死え殺されたんだろうかという調査をやったんですね。答えが1.3パーセント。でその1.3パーセントの人骨もその事故によって骨折してるということなのか、ああ武力闘争によるものなのか、これはわからない。ということはまあどちらかと言ったら事故の可能性のが高い。でそう考えてみると、じょう我が国は縄文時代1万4000年を通じて人が人を殺すという文化をそもそも持っていなかったということになる。 さらに言うならば、あのー、縄文時代の遺跡の遺跡から。人が人を殺すための道具類が出土しないんですね。はい、あのー、やじりはたくさん出土する。はい、でも、やじりがみんな小さいんです、ね。動物や。だ、ね、から、石斧も。はい、あの、石斧の,の、石の分が小さくて、絵が長い。こんなもんで、人をひっぱたいても、が、はいはい、われちゃって、使い物にならない。はい、そんな大いなるものしかない。はい、あのー、西洋にあるような。 あの、まあ、いや、原始人がこんな、こんな一生もなん,なんですよ、ね。うん、やってるよね。<laughs> あんなもの持ってないんですよね。で、大型の槍もない。はいはい、そういうものが登場するのは弥生時代以降の話だ。はいはい、つまり一、まあ、繰り返しになりますけども、一万四千年間という遠くも長いかにわたって。武器を必要としない文化を作ってきた。はいはい、この。 やっぱり実績が大きいと思うんですよね,そう,ですねそういう実績の中で,でさらにそれを補強しようとした、まあ、この「古事記」や「日本書紀」が成立したのがちょうど7世紀になりますけどもこの時代の天皇が実は女性の天皇持、はい、統天皇なんですね持、はい、統天皇がやった大きな改革って2つあるんですはい、はい、教育のための日本書紀の編纂、はい、もう一つが文化としての「万葉集」の編纂詳しい話はまた別な機会で申し上げますけども、ね、万葉集は非常に重要ですしあの、はい、先生も「万葉集」というも書かれてますよね。はい 日本がわかる万葉集、はい、天皇という奇跡を持つ国そうですずば抜けた教養と豊かさの国、はい、これはいわゆる男女が平等の国。はい、ね。要するに教育と文化によって国をまとめようとした、はいはい、その中に「古事記」もまた位置づけられる、はい、という考えになります。はあはあ 制服とか制圧、ええ、暴力によって国をまとめようということではなくて<う>教育と文化によって国をまとめていこう,うってこれをねそ<う>7世紀というねよねよ、ま、よくそんな国がで,き、ま、できたもす,ますよ、ね、だからあの、えー、っと先生のこの「万葉集」の本でも「うさぎがお尻を向けてる」とかねこういうのは出てこないですよあの他の国には。<laughs> それからあの松のね こうなんかこういうのがあるとかね。はい、こういうのはね、あの日本ならではのね、かいかにこの梅のこれとかね、えー、日本という国が大切な国だったかということですよね。えー、まあだからこの万葉集、そう第四章、民衆こそが宝、豊かで強要ある日本ってね。 この頃ダメになりましたねって言って言うと僕は年取ったことになるんだけど本当そうですよねでもね大友の旅とっていましたて山友のお父さんがね太宰府にいてたまたまあの位が上がるっていうことで都に旅立たなくちゃいけないとかっその時に小島っていう若い浮かれ目って言いましてね舞を舞う岡倉を舞う巫女さんみたいなそういう女性がいてそういう女性が歌を呼んでくれるんですね。 若いお姉さんですよ若いお姉さんがあの、えーまあ、時代的には7世紀の初め頃になると思うんですけどはい、はい、この時代の若いお姉さんが漢字で和歌を読んで,、うん、で自分から見たらはるかに雲の上の存在である政府の高官ですよねはい、はい、一般庶民の,の,の普通の1階の姉ちゃんが政府の高官に歌を読んで漢字で書いてプレゼントしてるんです。ということは女性が。 漢字で、文字を書く、さらに歌を読むということができるだけの。非常に高いレベルの教育があったということでしょう。そうですね。しかも一般女性ですよ。そうですね。まだこの時代ヨーロッパ見たら、女性、女性。文字を覚えちゃいけないどころか、文字そのものが、あの。これは魔力があるので、教会の一部の、あの。独占するというね。大体あの、女性であの紫式部の後に。 世界で日本以外で描いた女性1670年のアフラペーンって僕よく言ってるわけですが、はい、あ男の所有物でしたからね、はい、あまあ1670年になっても夫が死ななければ筆が取れないっていうねそういう時代でしたからまあこれで6回お話をしてまいりましてねえー、っとまああの今いろいろあこの先生のお話でお分かりになったと思うんですけども。 歴史っていうのはまず第一に年号を覚えるとかそういうんじゃないんですよね人の名前を覚えるとかそういうんじゃなくて全体に歴史というものがどういうものをもたらしたかと、まあ、いうことを知るというのが、まあ、歴史の非常に大切なことです。それからもう一つは、えー、年号順に順序よく覚えるんじゃないんですねつまりつながりを持って感じなきゃいけないわけですから大昔になったりグ、えーグルの地図になってみたり聖徳太子になってみたり それから稲葉の白ウサギまあ今日あのここまで「稲葉の白ウサギ出てませんがまあそういうね天との,あの,天の岩との話そういうのがこう織り交ざってある文化を作って歴史を作ってるということで、えー、まあご覧の方もですね、えー、もう一度歴史をご覧あの勉強するあの、えー、学校での教育が悪いっちゃわけじゃないんですけど。 まあ学校の歴史の教育から離れて、それから歴史といっても何が何年何月にどういうことが起こったというよりか、むしろ横たてですね、あ人間の心なり教養なり社会なり、まあそういったものと一緒にこうある領域としてですね、知るということがまあ大切であるということもお分かりになったのではないかと思います。それからまあ最後に先生が言われたことですが、実は私もですね、本とかそういうのも繰り返しあの読んだり。 あれしたりするんですね。僕の場合、非常に極端で、えー。この本だとかこの話というのが気に入りますと、これは大切だと思います。とね。自分の身にこうしませなきゃいけないんですよね。で、僕の場合は自分の身にしみるのがま20回ぐらい。 まあ学生には15回つっ,ってたんですけどえ学生がこれを僕の学生に聞いたら「先生昔に15回つってたじゃないか」って言うかもしれませんがまあ15回とか20回とか同じものを聞くとですねえだん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 理解が深まってまいりましてそれが自分のものもになりますね私はあのテレビに出たりなんか講義なんかもですねえ全然ものを見ないでやるんですね。それはどううしてかていうととい 自分のものになってるものしか人には伝えないっていうのが僕の信条で,で、まあ、僕は大学の時は物理を、まあ、今大学の先生なんですけど物理を講義してた頃はですね、えー、黒板全部にこう一つの式が黒板全部になるようなことあるんです大学院の物理なんですですねだけどそれはもう空で書くわけですよつまり空で書けるようなもんじゃないと人に教えるってことはやっぱりできない。 まあそ,れま、それぐらいまで自分のものにしなきゃいけないということなんで、えー、皆さんもですね、えー、これはと思う本をですね繰り返し繰り返し読みますと今天の岩戸の話でありましたようにその,、えー、その人の経験で理解できるそれから繰り返し読むことによってあこれはこういう意味だったのかここ,ここなんだってことがねだんだん分かってまいりましてそれが自分の身につきますんでね。 おのずと風格が出てきたり判断力が出てきたりしますので、まあそういう意味でも、えー、この連続のお話をですね使っていただければと思います。えー、一応第六回まで終わりましてですね、えー、一段落してまた第七回からスタートしたいと思います。えー、先生にはもう毎度おきていただき、はい、ありがとうございます。どうもまたよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。 done